ゼネラルリソース系列の報道機関では現在放送内容についてキーワード検閲か配信システムに組み込まれたとの発表がありました。このような大規模な報道規制が施行されるのは初めてのことです。現在この番組は独立系パーソナルベースの放送局からお送りしています。それではここで我々が独自に傍受した映像を無検閲でご覧いただきます。我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。確かに現時点で人々が目にしているものは人類にとっておなじみの殺し合いに過ぎないからだ。ただこれだけは言っておこう。ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオといった組織が保持している軍隊とたった今も行われている交戦は我々が望む革命にとって入り口。そう、我々にとって真実の敵とはゼネラルリソース、ニューコム、ましてユーピオなどといった権力ではない。この革命が完成するとき、我々が、いや人類全体が掴むものはこのような権力ではない。我々にとってこの攻撃は必然である。肉体という呪縛にしがみついた物欲の支配する世界、合弁型巨大多国籍企業の経済力が政治や司法制度といった旧世代の権力構造を凌駕していった時点で我々は目覚めるべきだった。しかし我々に肉体がある限り物欲からの支配を拒絶するのは難しいのもまた事実である。そう、肉体という超えがたい境界によって維持される我々の生命は常に欲によって縛られているからだ。食欲、性欲、睡眠への欲、これら生命を維持するために必要な最低限のものですら貨幣によって手に入れねばならない。我々人類は未だかつて一度もこの呪縛から完全に解放されたことはないことからもわかるはずだ。人類の限界とは数多の欲望に縛られた肉体なのだ。この声明はウロボロスと名乗る組織から出されたものです。このウロボロスに関して詳細な情報は分かっていませんが、ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオに所属していた隊員が多数参加しているという情報が入ってきています。彼らは全人類のコンピューターを使ったデータ化を要求しており、死亡者の中にはすでにサブリメーションした者もいると言われています。クーデターの参加者たちのリストもスフェアで公開されています。ご覧のように各部隊からエリート社員が参加しているようです。中でもニューコム側からの参加者が多く、特徴としては革新的な実験の被験者リストにも名前が挙がっている人が多いようです。実際に彼らが肉体を捨ててサブリメーションしているのか詳細は不明ですが、このテロ集団の目的ははっきりしてきました。今のニュース、ウロボロスって姉さんの言ってたやつなの？まさか本当にこんなこと始めるなんて。確かに私もニューコムだけじゃなくてゼネラルもユーピオだって信じられないけど、だからってこんなテロもどきの戦いでこの世界が歴史が本気で変わるとでも思ってるの？バカみたい。私姉さんと一緒にいたかったからここに残ってたのに。私必ず彼女を連れ戻すつもり。あなたにも助けてほしい。きっと分かってくれるって今でも信じてる。クーデターが起きてしまった以上、我々ニューコムはゼネラルリソースと戦う前にクーデターを起こしたウロボロスを叩きます。空中空母から出撃したウロボロスの戦闘機を全て撃墜してください。
Engage. の中枢である空中空母スフィルナが出現。全力でこれを破壊してください。アップデートターゲット。ワーニング。あれがスフィルナ。ミサイルが起きた。ボーナー。ミサイルが。ミサイルが歯が立たない。ワーニング。お願い、戻ってきて。Warning, missile alert. 待って、姉さん。Damage. Bullseye, missile alert. Bullseye.しないのに逃げられた。ウロボロスの戦力を低下させることに成功しました。しかしスフィルナはまだ落ちていません。ウロボロスの空中空母スフィルナは予想以上の戦力です。引き続きスフィルナを攻撃し、何としても撃破してください。ニューコムとゼネラルも戦ってるってのに、あんな空母どうやって？エンゲージ。
ウロボロスの戦力を低下させることに成功しました。しかし、スフィルナはまだ落ちていません。ねえ、ケンキ。私たち、シンシア殺しちゃった。あんまりバカだから、しょうがないでしょ。ねえ、私が悪いんじゃないでしょ。ねえ、そうだって答えて。もう、これからどうしたらいいんだろう。でも一つだけはっきりしてることがある。私、あの男、ウロボロスのディジョンを倒す。姉さんの夢をもてあそんで騙したあいつ、それだけは分かってる。我々の海上を移動都市メガフロートがウロボロスの正体不明機によって壊滅的な損害を被りました。
これ以上被害が広がらないよう一刻も早くウロボロスの中枢空中空母スフィルナを破壊してください。
撃墜したスフィルナから脱出する機影を2機確認しました。1機は例の正体不明機です。ジオフロントの通路へ逃げ込んだ2機を追撃してください。あのどちらかに絶対ディディオンが乗っている。元凶め、見つけた。早い。例の機体はジオフロント内のイオンジェネレーターによって性能を高めていることが判明しました。そこで研究員サイモンの提案によりイオンジェネレーターにハッキングを仕掛けます。このタイミングで例の機体を破壊。
タイミングはハッドにて指示を出します。これが成功すればウロボロスは鎮圧できると確信しています。キ君の戦果に期待します。マスター、ハッキング準備完了。カウントダウンする。エンゲージ。ジオフロント内に逃げたもう一機はディジョン機と判明。追撃してください。了解。ディジョン、悪夢死になさい。さっさと。どうせもう体もないくせに。確実に息の根を止めろ。奴がエレクトロスフィアに逃げ込む前に。お前は雑魚と持ち、私の何が分からん。アップデートターゲット。Warning, missile alert.
Missile alert. Missile alert. Caution. Damage.帰ろう。もうここには何もない。この空には。私たちずっと一緒だったね。今までありがとう。こんな私のこと何度も助けてくれて。私ニューコム辞める。だからこのランデブーが最後のフライト。この空と君を忘れない。それからシンシアのいた空。信じられません。これがディジョンと名乗る元ゼネラルリソースのエースパイロットとその仲間が引き起こした事件の結末です。彼は果たして本当にサブリメーションされた人間だったのでしょうか。しかし今は姉さん、バカな人。メッセージダウンロード、ユーザーアンノウン。ハイフィ。姉さん、きっとあなたのことだから今頃は私のことでひどく落ち込んでるんでしょうね。でもあの時は仕方なかった。誰が悪いわけでもない。むしろ感謝してる。あなたが私の肉体を消してくれたから。私は私の夢だったこっちの世界に来れたんだし、あなたは多分これを聞いても信じないかもしれない。でもエレクトロスフィアは確かにある。そして素晴らしい。エンドファイル。Ha ha ha.